レッスン338私は自分の思いにのみ影響されます私は自分の思いにのみ影響されます救いが全世界に訪れるために必要なのはこれだけです この日ただ一つの思いの中で誰もがついに恐れから解放されるからです。今やその人は誰も自分を脅かすことはなく何も自分を危険にさらすことはないということを学びました。その人に敵はなく外的なものから危害を受ける心配はありません。その人の思いが その人自身を怯えさせることはありますがそうした思いはその人だけのものなのでその人には恐れの思いを変化させその一つ一つを愛に満ちた幸せな思いへと交換する力がありますその人は自分自身を十字架にかけましたしかし神は愛しい我が子が救い出されるように すでに計画を用意されています今日の祈りをご一緒に。父よあなたの計画は確実です。あなたのものだけが確実です。 他の計画はすべて失敗に終わります。救いへと導く唯一の思いをすでにあなたから授かっていると私が学ぶまで私は自分を怯えさせる思いを抱くでしょう。 私一人の計画は失敗し私をどこにも導いてくれませんしかしあなたが授けてくださった思いは我が子へのあなたの約束を保っているので私を我が家へと導くことを約束しています